ああ。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めていきましょう。今回は2013年10月5週、秋競馬ですね。ウィニングポスト9 2021、なかなか進みが遅い。コパノリッキー頑張ってくれ。ゴルシですね。これね、ジーママ何勝だ？何勝なんだろう。5勝ぐらい。コパノリッキーは最上位になってますが、本当かな。ちょっと怪しいな。なってる700勝まだ。キャメロットアンテロ、そうなんです。海外馬が世界最強馬決定戦なんで押し寄せてきます。ジェンティル女が白三角にとどまるのか、嘘だろ。ただホームなんでね、そういう意味では有利性はあります。さあ、いよいよまずは、ブリーダーズカップシリーズスタートですが、ちょっと待ってくださいね。はい、BC フィリー&メアスプリント2馬限定ですね。アマノアキスタ1番人気104、有利じゃないな。ちょっとライバルが強い。メンバーはそんなにジュリーナビューティーぐらいだけど、ラキスタ自体の力がどうかな。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップフィリー&メアスプリント牝馬限定ダート 1400m です。世界各地から快速自慢のレディーたちが集結しました。全米最速のスプリント女王に輝くのは果たしてどの馬でしょうか。ブリーダーズカップフィリー&メアスプリント、いよいよ発走です。スタートしました。アマノラキスタ、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはアマノラキスタ。続いてパリスサーテン、前に行く馬だからこれは有利ですね。材料としてはその後ろ先手を取ったのはアルファベットシンガーマイミスオーレリー。それに続きますオレンジの帽子グルーピードール、その後ろ少し開いて2番手グループ、ちょっと並んで7番カリフォルニアレックス、その横にステッティングテイル、ビリーブサティスフィード、それに続いています。5番手につけましたね。さあ先頭はまだ9番アルファベットシンガー、
2番手はマイミスオーレリア、間を挟んでパリスサーテン、3番手アマノラキスタ、これはいい位置につけています。いい位置はつけているが、意地のぶつかり合いだ。ここで先頭に立ったやっぱり行けた馬の方が強いんだよな。あ、外からあかん、ジュディザビューティーに来られた。抜けたジュディザビューティー、先頭だ。ジュディザビューティー、ジュディザビューティー、1着2着はマイミスオーレリア、マイミスオーレリアを粘ってるよね。見事な勝利です。3着でした。そうなんですよね。前線マン、前線マンでしかないんだよな、ラキスタ。これは辛いな。さあ、BC フィニー&メアターフ、もう一つ牝馬限定があります。アマオソバユで内枠で一番人気。さあ、ステファニーズキトゥンと対決です。レイアツザスパも出てますね。レーティング見るか。あとシラソルあたりまでが射程圏内だろうな。ちょっと展開は不利だな。前に行く馬が少ないから、うちはこう行かせない。シラソル121、ステファズキトゥン120、120、113、デアットスパが113と混戦状態になっています。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップフィリー&メアターフ、牝馬限定芝 2000m です。芝の女王決定戦ブリーダーズカップフィリー&メアターフです。華やかに美しく、そして誰よりも早くここを制し、最強牝馬の座につくのは果たしてどの馬か。どの馬でしょうね。間もなく発走です。スタートしました。エイコンイザベル、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくエイコンイザベル行きました。続いて前へ行くのはペイムセイバー。さあ、内枠リスっていうのはどういうレースになるんだろうな。先手を取りました。ある程度前に行くのか。エイコンイザベル前に行ってますね。シラソル、その外にスクエアオークション、内からはガンドリアスペシャリスト、ドーンと行かれたスクエアだろうな。レイアットザスパ、好位置をキープしています。3番でつけた。これに続くのがペイムセイバー、青の帽子シゼアグラマー、その後ろ、その外からステファニーズキトゥン、並んで古豪フルサマー、その横にタイモアサリ。この辺りで各馬第一コーナーをカーブして、ペースがそんなに速くないですね。インザパワー、この馬もこのグループ最高峰にガイアシューティング、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前に行ってますね。まあとはいえ馬群の中にいて引っかからないように工夫している。2馬身から3馬身のリード、これはいいと思います。好位置をキープしています。天のそばにいる、シラソルのシラソルをマークするように進んでます。2番ガンドリアスペシャリスト、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。シラソルが先頭を伺うが、そばにいるにも上がってきた。お、外からなんか来てるぞ。お、シラソルをかわして先頭を伺う勢いだが、外もいいんだよな。あ、外にかわされたわ。2番手は天のそばにいるね。レイアットザスパ先頭だ。レイアットザスパゴールイン。2着にはどうやらステファニーズキトゥン、3着に天のそばにいるね。勝ったのはレイアットザスパ。なかなか勝てません。前に行ったのを悔やんでますね、竹豊は。でも、内枠だからしゃあないよな。さあ、BC ターフスプリント、カレンちゃん出走一番人気か。カレンちゃん123、110を超える馬いません。ネーベルキットショートンバーあたりか。ではレースいきますか。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップターフスプリントは芝 1300m 短距離戦です。
スピード自慢たちがさらなる高みを目指します。千葉の最強スプリンターに輝くのは果たしてどの馬でしょうか。ブリーダーズカップターフスプリント、まもなくスタートです。スタートしました。ロスデュクイーン、好スタート。エイスピアランティックこの馬も好スタートを切りました。大方の予想通りロスデュクイーン先頭を伺います。ブレイブガラ競りかけていきました。さらにはリズミックインク、最強女王カレンちゃん、その後ろ先手を取ったのはブレイブガラ、大きく離れました。エイスピアランティック各馬サンタニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。先頭は依然としてブレイブガラ、ここで先頭が入れ替わりました。ロスデュクイーン、ブレイブガラ2番手に控えました。リズミックインク3番手、カレンちゃんいい位置です、うん、先頭いい位置ではある。さあダートコースを通って先頭を伺う。カレンちゃんリードは2馬身から3馬身、外から誰か来るか、中から来ているな。あ、これは安全圏です。2番手は上トンバ、とてつもない強さ、よしよし勝ちました。強い、カレンちゃん圧勝ゴールイン。2着は上トンバ、3着にアンサーズタートル、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カレンちゃん、まさしく日本が世界に誇れる馬です。次です。 BC マイル天の iPhone 一番人気だから121しかない。ドームアプローチが圧倒的だよな、格付けで言えば。それからクラーバーリーズが3番人気、オビアスリーが4番人気、ムーンライトクラウドもちょっと怖いですね。展開は有利だな。先行馬少ないし、だって、オビアズリンが逃げ切っちゃうかも。でも、人気はみんな前に行く馬だからな。それがどう影響するか、レースです。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップマイルは、芝1600メートル、マイル戦です。ますますヒートアップするブリーダーズカップで、今度は芝のマイル王者決定戦ブリーダーズカップマイル、世界のベストマイラーたちが頂点をかけて戦います。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ前に行くのはどの馬か。腹を切ったのはオビアスリー、続いてシンガポールキャバン、この馬も前へ。さらにはネクストドラマ13番レディテン、その後ろオビアスリー先手を取りました。間が空いてグランバーリーズン、最強女王天のアイフォン2番手を追走しています。ムーンライトクラウドすぐ後ろ、この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向こう上面に入ります。すぐ後ろにドーンアプローチ並んで、 G1 馬コロナド、すぐ隣にノルディックトゥルース、その外にプティットファイト、内からはオリンピックグローリー、その隣にディアウィンストン、ソマリレモネード、この馬もこのグループ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として2番オビアスリー、2番手はグランバーリーズン、シンガポールキャバン3番手、内からなんか一気に上がってきた。直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。残り200m を通過して先頭に踊り出た天のアイフォン。天のアイフォン2番手はグランバーリーズン、天のアイフォン強い、しっかり勝ちました。天のアイフォン圧勝ゴールイン。2着はドーンアプローチ、3着にグランバーリーズン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天のアイフォン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。好判断だったですね。天のアイフォンマイル戦ならば世界中どこに行っても負けない、はい、マイラーとしては最高のタイトルを手に入れた。内から巧みについて、直線半ばでかわしまして引き離しました。さあいよいよブリーダーズカップクラシック、コパのリッキーが出走です。これね、あ、考
れてみよう。世界最強馬決定戦がある日あって、みんな東京競馬場行ってるから、ブリーダーズカップ、サーフだったっけ、サーフだったっけ、2400のレース、出た方が良かったよな。さあ、これは激戦となりそうです。1番人気はコパノリッキー。さあ、ゲームオンデュートが2番人気。ポートランド、パレスマリス。だも控えております、パレスマリスが125、ゲームオンデュード134で、コパオリッキーと並びまして、ね、フォートランドはちょっと落ちる。117。外枠が人気だよな。ゲームオンデュードが2番人気。あ、もういらん。パレスマイスが4番人気だからな。うわ、逃げ馬多いな。大丈夫かな。レース行きましょう。さあ、いよいよブリーダーズカップウィークも、メインレース、ブリーダーズカップクラシック、ダート2000メートル、反対板競馬場、コパノリッキー、勝つことができますでしょうか。アメリカ競馬の祭典ブリーダーズカップもいよいよメインレースを迎えました。世界中から集まった砂の強豪が最強の座を求めて戦います。さあ今年のクライマックスブリーダーズカップクラシック、まもなく発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはサンライズキャンディア、ゲームオンデュード。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサンライズキャンディア、ゲームオンデュードはいいスタートか。その後ろからはディバインティ、外枠だからな。コパノリッキーはそれでも前に行きます。押し上げていきます。先手を取ったのはフォートランド、好位置をキープしています。コパノリッキー少し開いて、外枠が無理やり行ってるな。外枠の馬がすぐ後ろ、その外からフラットアウト、すぐ後ろにアーモリアルママ。後半どう影響しますか。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。緑の帽子アニマルキングダム、2番ですね。結局はそのうちに続いています。さらにはロンザグリーン並んで G1 馬リチャーズキッド、しんがりからパレスマリス、 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬砂煙を上げてかけていきます。さあ先頭は依然として14番オ、ね、ートランド、2番手はコパノリッキー。これは絶好の手応え。さあゲモンデュード押し上げない。3番手そんなにコパノリッキー、さあ先頭伺う。コパノリッキー最終コーナーを逆に前かわせなかったらどうしよう。日米王者の争いだ。残り2メートルを通過して、コパノリッキー先頭だ。さあ押し切れるか。あ、押し切れそう。コパノリッキー先頭だ。おーし、やりました。ゲームオンデュード、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。コパノリッキー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。コパノリッキー世界一。まあ3歳なんだ、コパノリッキーって。強さを実証しました、コパノリッキー。一番10連勝。まだ3歳だぞ。強すぎます、コパノリッキー。完全にコパノリッキー時代が来ましたね。さあ、変わって大井競馬場です。大井競馬場でも地方の祭典 JBC が行われます。天の宮が JBC レディースクラシックに出走、1番人気。2番人気はクラブバー凱旋ジュピター、時かけもクラブバーとして出ますね。3番人気はハスカリーブル、あんまり強くない。
全然天の宮にとっては大チャンスですね、これは。いいんじゃないでしょうか。まあ、旋回が追い込みなんで届くかどうかっていう心配あります。レース行きましょう。大井競馬場 JPN1 JBC レディースクラシック。スタート1800メートルです。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。先行争い何が行くでしょうか。デコアクレードル前に行きそうです。アインドール、それに続いています。前に行けないさらにはエミーズパラダイス、ね、行けない。エーシンウェザー、その後ろエミーズパラダイス先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。少し離れて外線と気かけ続いています。後方からで届くかな。外線ジュピーター、それに続いています。並んで7番サムアンクリーナ、これに続くのがマイネジュピター、春さんさん、そのうちに続いています。その外にピピナーゾ、緑の帽子ピタッシフター、その後ろ、その横にアスカリーブル、天の宮、後ろからシンガリからエンマゾの、各馬砂煙を上げてかけていきます。コース相手突っ込んでこれるかな。2番エミーズパラダイス依然として先頭。さあ先頭は依然として2番エミーズパラダイス、2番手はハニーパイ、間を挟んでサムアンクリーナ、3番手6番天の宮、まだ後ろ。この位置から ここから上がってきましたが、後続集団も追い上げにかかります。エミーズパラダイス先頭、中を割ってきた。後続の手応えもいい。残り 200m を通過して天の宮先頭に躍り出ました。天の宮残り 100m、 2番手は勝ちましたね。思った以上に強かった。段違いの強さです。2着は微妙です。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天の宮。素晴らしい伸び足でした。想像以上の素足。お、北村浩二、憧れの G1 ジョッキー、飛躍を期待です。天の宮お、交流重賞獲得。お、直一騎、これは嬉しいですね。まあこれ繁殖にも影響しますからね。交流重賞はそんなにいらんけど、直一騎は嬉しいです。さあ、次は JBC クラシック天のつぼみ。一番人気。クリソライト、ミッドストーンはようわからん。このつぼみ逃げ馬ですね。前に行く馬が多いんで、その辺の折り合いがどうなるかですね。では、レース行きましょう。JBC クラシック JPN1 大井競馬場ダート2000メートル。JBC のメインレースです。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い何が花を切るんでしょうか。クリソライト前に行きそうです。ジェネラルグラント、それに続いています。旗のバンクール、どうやら後方からの競馬、ね、では前の方から見てみましょう。先頭は天のつぼみ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。すぐ後ろにジェネラルグラント、さらにはクリソライト、これに続いてボニーバックパサー、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。並んで6番サミットストーン、その横にイラボクキング、大鳥タイモア、すぐ後ろ、その隣にオークションコース、テスタマッタ、この馬もこのグループ、その外に異次元、オレンジの帽子、ジェネラルアラーム、その後ろ、しんがりから旗のバンクール、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、依然として G14勝、天のつぼみ、この馬がペースを作っています。すぐ後ろにジェネラルグラント、そして大きく離れてクリソライト、この位置です。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。ここからのどこまで背足が戻るの、天のつぼみ、ジェネラルグラント、ほとんど差がありません。間を挟んでクリソライト、3番手クリソライトがマークしてますね。このまま逃げ切れるかどうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。
玉のつぼみ先頭差が広がる。まだ持ったまま内で食い下がるクリソライト残り 200m。 あ、でも差詰まらない。後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はぶっちぎりです。ウスタマッタの方が来たな。段違いの強さです。2着はペスタマッタ。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは玉のつぼみ。やりましたね、玉のつぼみ。 JBC クラシックを制覇です。南部杯に次いで勝利かな。地方交流重賞ばっかりだからな、厳しいけどな。さあ、世界最強馬決定戦ワールドホースチャンピオンシップ、天皇賞秋がやってまいりました。ジェンティル女はどうなりますか。セシュレーヌちゃんです。1番人気キャメロットですね。ジェンティル女は2番人気以下。シュリス・デゼーグル4番人気。アンテロビッグブルーキトゥンが5番人気。6番人気クラブーバービルシーナとなっております。いやー、ウィンバリアシオンとか強力なメンツが多いよな。ジェンティルオンナ20丸ですが、本種本命もキャメロットです。あとはね、いかにホームグラウンドでは強みを発揮できるかっていうとこではないかな。さあ、まあビルシーナもいるからな。うわ、難しいなこれ。アンテロ、スピルバーグ、ビッグブルーキットにはもう怖いしな。こんな感じかな。あ、それキャメロットを入れないといけないんだ。戦法変えられますが、変えちゃいけないような気がする。変えたら裏目に出ますね、大概は。レースいきますか。さあ、ワールドホースチャンピオンシップ世界最強馬決定戦が日本にやってまいりました。天皇賞秋、東京競馬場芝 2000m。 果たして勝つのはどの馬になるんでしょうか。ジェンティル女はキャメロット、シュリス・デゼーグルらを退けられますでしょうか。世界の名だたる中距離のトップホースがここ日本に集結しました。欧州最強馬
キャメロット、さらには日本が誇るジェンティルドンナ、それに続く歴戦の強豪たちが世界最強の栄誉をかけて戦います。至高の中距離頂上決戦、今スタートします。さあ最後は大外枠のジェンティルドンナ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。レーシングフラッシュ、これはいいスタートを切りました。ビルシーナ、ビルシーナか。更新スタート切ったのはビルシーナ。続いていくのがストックフリーなんですよね。先手を取ったのはレーシングフラッシュ、その後ろからはアンテロ、その外にシュリスデゼーグル、内からはトレイルブレイザー、並んで天皇賞馬トゥーザグローリービッグブルーキトゥン、すぐ後ろ凱旋岩熊、それに続いています。その外からポイつけましたね。アドマイヤラクティ、中段には前に続いています。内からは中山ナイト、差し馬なんだ、その外にスピルバーグ、ピンクの帽子ダークシャドウ、その後ろ、その横にトランスワープ、すぐ後ろにキャメロット、その隣にウィンバリアシオン、すぐ隣にリサイファー、しんがりからダノンカモン、 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までコースロスは多いが少しずつ押し上げていく。さあ先頭はシュリスデゼーグル、2番手はビルシーナ、トレイルブレイザー、ビルシーナがマークしてますが、キャメロット、まだ後ろ、安城のゴーサインは、キャメロットはちょっとバグに詰まってますね。シュリスデゼーグル先頭、あー、キャ、お、来た、ジェンティルドンナ、長ブワもなくかわしていってる。2馬身から3馬身のリード、残り 200m、 後続はまだ後ろ、あ、全然来ない、打ち切った、ジェンティルドンナ、この馬で決まりか、すごい圧倒的な強さを見せました。2着はキャメロット、日本が誇る女王、ジェンティルドンナ、中距離の頂上決戦見事制覇、世界最強の名乗りを上げました。ウィニングランです。いや、結果はまあもちろんのこと、内容も素晴らしい。やっぱりホームに、ね、出るとやっぱり強いな。七馬身差の圧勝でした。キャメロットナを抑えて。他もほとんど人気通りですからね。シュイスデゼープルが大敗したぐらいで。おー、あれ？チェックしてんだけど先に進まない。なんでバグった？あ、右クリックで動いた。一瞬ヒヤッとしましたね。さあ、カシオピアステークス、型のアゲポヨ登場です。3番人気か。クラブは凱旋ドラゴンを出ますが、ね、これは人気がない、まあ、まだまだ三歳馬っていうのもあるよね。アゲポヨは、まあ、三歳馬なんだけど、ちょっとやっぱりまだ厳しいからもっと鍛えないといけないですね。ダイジェスト行きましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。コズミックロープ先頭、2馬身ほどのリード。はどこだ？後続の手応えもいい。上げポヨ上がってきた。通過して、ここで先頭変わって、肩の上げポヨ、2番手は力を来ているが、肩の上げポヨ押し切りましたね。1着、2着はフーラブライド、3着にタレントリルパス、見事に勝ちました。肩の上げポヨやってくれました。精神力、海外に早く海外に出たいが、もうちょっと待つべき、あげぽよは。
スピードか。お、吉田沙織と点上げが来ましたね。さあ、11月になりまして、6頭うち海外の G1 が 4頭、全部武豊にお任せしております。上頓馬ここに来たか。マノグー、お、つぼみだ、いいんじゃないでしょうか。お、お祝いのパーティーの招待状。おお、秋船、え、和服姿、貴重です。シルネールさん来ました。嬉しいね、和服姿見れたのが嬉しいな。パノリッキーブリーダーズカップを制す。お、そうだ、負けてないんだな、コパノリッキーって。しかも、あの、初戦の新馬戦以外全部 G1 ですからね。まだまだ快進撃続けるんじゃないでしょうか。そしてアマナイホンも買ってくれましたね。うん、当選上段、首位候補の一角、クラブバカ、天皇賞、春を制していますね、当選上段は。あの、ニコニコ出るんだけどな。こちらを、当選上段の方が注目されちゃってるよな。ニコニコには頑張ってほしい。さあ、天野トゥルースが、アルゼンチン共和国杯、お召しされてます。ラブリーデン、ナノのマラードラは強い。中長距離戦強いからな。さあ、イスラウニータが KO 杯に再ステークス。回戦 LCC、クラブ馬も出ますね。さあ、ローテですか。高齢馬からいきますか。キャンキャンが、これは、何倍杯を取ってるチャンピオンズカップか。うん、まあ、いやー、どうかな、1008。まあ、いいんじゃないかな。最後、引退レースは東京大賞典で締めたいと思います。A ループは、なかなか勝てないよ。ああ、でもまあ、もう引退するからな。ニコニコが、今回メルボルンカップ、出来はもう抜群です。凱旋門賞か、ちょっとローテが短いのは気になりますけど、19勝ですよ。なんでこんなに勝てないんだ。で、ブラックキャビア。
これも19勝ですね。香港スプリントに出ます。ラキスターはどうすりゃいいんだろうな。なんか勝負弱いよな。一応チャンピオンズっていう風にはなってますが、ワイズダンとかシークレットサークルとかってメンバーきついよね。島悪くはないが、基本はやっぱりダートだよな、この馬は。ラカハンデに、なんでお前ここに出てるんだ、まあ、と言ってもアメリカンドロールとか強いよな。いや、どうすればいいんだろう。アニマルキングはこの辺出てもかなわないよな、多分。あーでも惜しいんだよな。もう熱血がもしかしてなんか悪い方に働いてるのかもしれないな、ラキスタは。今週ですね、ちょっと疲れが心配だが、ブルーで。マリントミリオンを取ってるからな。ここはしっかり取ってほしいですね、ミレーツは。で、カレンちゃんは、阪神カップか。引退レースになるのかな？多分そのはず。精神力 C プラスでよく頑張ったな。ここはブラックキャビアに任せてるから、ここはちょっと距離が長いから、まあ阪神カップっていうのは妥当でしょうね。ここまでよく頑張ってくれました。多分これが引退レースになると思います。そばにいるねが、なかなか勝てない。芝ダートとも対応します。香港なんか余ってるですね、マイルとか。あ、出てないやん。ノンアプローチとか強いけどな。香港だったら通用するかもね。こっちはどうなんだろう。こんなカルタとか。アリエッティが出てるから出られないんですよね。こっちもネパーカーレベルが高い。あのリッキーが出て潰してもらうっていうの失礼だな、こっちに。まあ、ここにコパのリッキーに出るっていうのはありだしな。どっちがいいんだろうな。まあ、ここにちょっと出てみましょう。ここ前。でもそばにいるねってもう G1 9勝してるから出なくていいんじゃない。今後の2100もっと勝てる。どんだけ背負わされるんだって話ですよね。アルトゥルースがルキョーか。で、オルフェーブルが JC。オルフェーブルは11勝か。ピッターはマイル。うん。マイルか。ピッターまだ2勝です。これね、うまくいったら、ツイッターを出してもいいかなって気になってきた。
で、インサイトのミヤホーステークス。まあ、なかなか勝てないからな。覚醒なんで、これからまた頑張ってほしい。低音がコックスプレート。これを出れば休ませます。点はもう、キングが決まってるんで、無理させる必要ない。2着、3着、本当多いな、フィッツ。なんでこんなに勝てないんだろう。ん？ちょっと待った。フィッツはこれ休養してるよね。さあ、マイルチャンピオンシップに出ます。どこまで走れるか。大飛びはいいと思うんですよね。馬が合う？カップは、そうか。でもね、あと3勝なんだから頑張ってほしいな。全然勝てないのがちょっとな。8の3000。てか、ここ出てもいいんじゃないの？アリエッティが今何勝？ 3 勝だけど。2等で勝った方が取るとかありなのかもしれん。あーでも距離が足りないのか。じゃあまあやめとこう。マイガールはまあオープン特別勝つしかない。ゴルシですね。ゴルシはカナディアン国際を取ってあと2勝か。まあでもこの馬はそんなこだわることなくても来年もあるんで、とりあえずまあ有馬を目指すのは正解でしょうね。福面も JC 登録してんのか。まあでもここしかないよな。海猿が、うん。全然ような JC 登録。距離は大丈夫だけどな。有馬よりはいいでしょう。っていうか、ここに出るんじゃなくって、普通にここに出りゃいいと思うんですよね。すごいな、全体運動。さあ、AKB も出ます。あ、AKB。金札取ってるんだな。じゃあ、変にマイル CS 出す必要ないですよね。あれ？このまま専用の2000円持ってた。スタートはダメか、このまま。ならば、3100、エリート。このまま出たら8月を4週だから、むしろ、エリジョの方が面白いかもね。エリジョを出すか。トレブと対戦させましょう。トレブにかなわないと思うけどな。で、アリエッティがメートリアークステークス。さ、まだ3勝ですが、頑張ってほしいな。複製なんで いけるでしょう。でも疲れが心配。失敗は？うん。ドラッカーが来週か。これ出た後、どこに出すかですよね。オープン特別を2連勝しております。タニタ、JC、あ、距離は大丈夫だ。いいな。菊花賞をついに取りまして、これから飛躍が期待されます。でも JC でいいのかな？あ、出てない。いやーでも BC マイルだから無理だな。多分まだ無理。クルートダービーの方がいいかも。あ、ダメだ。
8だからダメですね。それならもうジャパンカップに戻そう。てかアニマっていう手もあるな。ちょっとやっぱり疲れがね心配になっちゃいますよね。ガチデジか。3勝目をかけます。さあトレブです。トレブはあこれ金札確定したんだ。周華賞でじゃあ何も心配することはないですね。対決を楽しみましょう。そしてハリウッドダービーには丸森を出走させます。丸森は G1 取ってないんだよな。頑張ってもらおう。じゃあカツを入れます。闘志アープ。闘志上がりました。さあゲッポヨです。いやー無茶でしょう。無茶でなんで、ローテを変えます。12月でいいね。とかダートはダメだな。芝じゃないとダメ。そう出る出せるレースがないんだよな。この辺ぐらいしかないよな。ここかディセンバー登録しときましょう。寄せない50万だからまだオープン特別いけます。キンキンアイル、うん、ここから2歳だよな。もう2勝。キンキンアイルにとっては負けられない戦いとなります。放牧してないか。放牧させよう。イーシンが今週アベンジャーがカトリアステーション。シンはブリーダーズフューチュリティ取ってるんだよな。で、エイシンヒカリが、まあ、これからの馬なんで無理はさせないで。狙いはホープフル。で、スカイツリー。で、テルマエロ。が、キャータン。キャータンがクリテリアのサンプルか。あ、距離全然いいけど、問題は早熟なんで、早く勝たせておきたいですね。さあ、この2頭が、あります。まず、こいつはダート馬です。竹豊か。まあ、まだ、誰にするか決めんどこう。竹豊はないですね。ジョッキーを変えよう。はい、ジョッキーでいいんだよ。で、点上げから機種主戦カーダーでいいんじゃないでしょうか。うん。さあ、クリテリウム国際片野維新です。1番人気111トップですね。前走に続いて G1 を海外 G1 取ってもらいましょう。レースです。サンクルー競馬場 G1 クリテリウム
アンテルナシオナル芝 1600m のマイル戦2歳限定のレースです。アンテルナシオナルなのかな、アンテルシウーマンコミュニケーション。こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはカタニアハニータ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくカタニアハニータ行きました。続いて前へ行くのはバダモス、さらにはラフポーラ、栗色の馬体カーペンターフェイス、その後ろ先手を取ったのはバダモス、その外にクラフピーテール、トップアーピス、それに続いていますアップルモイエティ、そのうちに続いています。さらにはスノースカイ、緑の帽子、ナックルソリダリティ、その後ろ肩の維新、この位置です。内からはジョーブライト、内からはキャプティブターフ、その隣にウォーコマンド、すぐ後ろにタペストリー。なんか一頭すごい上がってきたな。展開への影響はなさそうです。さあ4コーナー回ります。直線結構まだ長い展開です。この辺りで 600m あるからな。カタニアハニータまだ粘っています。中段やや後ろかな。アイシンは一頭抜き出した馬がいて、ちょっと出遅れているぞ。追いつくのか。追いつきそうにない。この手応えはどうか。ダメだ、伸びない。ナックルソリダリティ、ゴールイン。二着はキャプティブターフ。勝ったのはナックルソリダリティ。見事な勝利です。やられてしまいました。五着。キュア。ローテが詰まっちゃってるからな。ザコックスプレート、肩のケオン。28トール、数値的にはダントツです。ライバルバーラフィングも出ております。アルカーチーム、ミアンドル、前に行く馬多いですね。差し馬が不足してます。レース行きましょう。ムニーバレー競馬場 G1 コックスプレート芝 2000m です。こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い、アルカジーム前に行きそうです。ハイエストナレーター、それに続いています。では前の方から見てみましょう。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。ウォールトゥーハード先手を取りました。8番カタノケイオン2番手を追走しています。その隣にハイエストナレーター、その外からラフィング、その後ろからはタプローナース、これに続くのがアルカジーム、赤の帽子、セレスピアルシャワー、その後ろコンカーズベーテルギウス、それに続きます。並んで14番シーニックストロング、すぐ隣にイルドレッド、短いですかねこの番。それに続いています。内からはトレジャービーチ、その外にマスクとマーベル、バーブズウェービング、そのうちに続いています。並んで古豪ジフタルトトーク、最高峰にミアンドル、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最高峰までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度13番ラフィング、レースを引っ張ります。さあ先頭は依然として13番、もう先頭に立とうとしてます。肩のケイオン、これは大丈夫か。オールトゥーハード3番手、400を切った。肩のケイオン、このまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。最終後ろからやってくるが、もう直線短いですからね。あ、内側からなんか来られてるぞ。アルカジーム2番手はセレスティアルシャワー、振り切りました。危ない。2着にはどうやらアルカジーム、3着にセレスティアルシャワー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カタノケイオン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。じゃあ2連勝。前段から抜け出しての勝利でした。さあ、長距離戦メルボルンカップに山のニコニコ登場。1番人気、2番人気、ライバル馬が多いで3頭いますね。
その中でもドゥーダーデン、タックス・ボアストロムは強い。そしてクラブは当選上段も出てきます。こいつも強い。ジュシュアツリーもいますね。大激戦でサマノニコニコ129。120台が2頭います。ドゥーダーデンと、アイ・バンホー。アイ・バンホーは長人気ですけどね、油断禁物ということでしょうね。これにジョシュアツリーか。前に熊多いよ、少ないからな。そういう意味では当選上段のペースになりやすいよね。さあ、レース行きましょう。フレミントン競馬場 G1 メルボルンカップ芝 3200m 長丁場です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。フィオレンテ、好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフィオレンテ花に立ちます。その後ろからはツイストフィネット、この馬も上がっていく構えです。では前の方から先手を取ったのはリーディングライト、その隣にフィオレンテ、ツイストフィネット、すぐ後ろこれに続くのがキングズバーリン、その外から当選上段緑の帽子スタイル&トレイル、その後ろタックドボアストロン、そのうちに続いています。その外にカバルリーマン、アマノニコニコ、この位置です。並んで2番ジョシュアツリー、その外にアイバンホー、さらにはルドルフソネット、並んで G1 番アルタノ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。ドゥーナデン、この馬もこのグループ、すぐ後ろにペティッパホルス、しんがりからスチューデントキーンランド、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から9番リーディングライト、前として先頭、その後ろにフィオレンテ、ツイストピネット、それに続きます。そして大きく離れてタックドボアストロン、この位置です。並んで5番キングズバーリン、その外にカバルリーマン、その後ろに当選上段、並んで古豪スタイル&トレイル、後ろからの競馬になりました。天野ニコニコ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。並んで2番ジョシュアツリー、その外にアイバンホー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。並んで栗色の馬体ルドルフソネット、すぐ隣にドゥーナデン、その横にアルタノ、内からはペティッパホルス、最後方にスキューデントキーンランド。もう一度先頭に戻りましょう。9番リーディングライト、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身フィオレンテ、それに続いています。その後ろからはツイストピネット、大きく離れましたタックドバーストロン、並んで5番キングズバーリン、さあ先頭は依然として9番リーディングライト、2番手はフィオレンテ、ツイストピネット、3番手最強王者アマノニコニコ、まだ後ろ鞍上のゴーサインはまだでしょうか。3頭います。王者の争いだ。さあ大外、どこにいるんだ。さあフィオレンテ、中だ、中をついてきた。リーディングライト先頭、ニコニコ先頭を伺う。先頭は変わってアマノニコニコ、後方から一気にドゥーナデン、2番手はタックドボアストロン、天野ニコニコゴールイン、2着はドゥーナデン、の勝利、3着にタックドボアストロン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野ニコニコ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ニコニコ動画の復活を祝うような勝利です。ドゥーナデン、 タックドボアストロンらを下しました。3連覇すごいな。オンライン対戦やってみるか。
一番人気ですが、仙山東照というのが、まあ勝ちたいよな。ファイナルレッター、天の2個以降白三角2つが限度か。ダイジェスト最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。仙山東照先頭、リードは1馬身から2馬身。でも上がってきてるな。懸命に追いすがります。勝つまでは至らない、ね、200m レイジオプティマス追い上げてきた。てか全然やん。抜けた大外から一気にエスカバロミウス、レイジオプティマス、レイジオプティマス。1着2着にはどうやらパールバティ、レイジオプティマス。見事このレースを制しました。9着これはいけません。何これ今週のランキングか。さあ、エミレッツステークス様のブルーレイです。一番人気97。前に行く馬が少ないな。届くのかどうかレースです。フレミントン競馬場 G1 エミレッツステークス芝 2000m です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはスピアースウィーズ、フライトファーロー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフライトファーロー花に立ちます。その後ろからはブラックハートバート、この馬も上がっていく構えです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはスピアースウィーズ、並んで9番フライトファーロー、これに続いてブラックハートバート、その外にオラトールコンバット、その後ろにスクワートルアスーター。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。プロバブルエレイン、その前に進出、これに続くのがワッツダチャンシズ、青の帽子アイランドマリーノ、その後ろジュリエクオーン、この馬もこのグループナポリディスガイズド、そのうちに続いています。その外からイベリアブラッシュ、その隣にアリワウハニータブ、その横にアンブレラガスタン、内からはイグジットギャルハッド、その外にマジェスティックジュピター。最後方追走はアマノブルーレイ、果たしてどのあたりから仕掛けるでしょうか。先頭は依然としてスピアースウィーズ、2番手はフライトファーロー、オラトールコンバック、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。スピアースイース、先頭ブルーレイ、大外から上がってきました。さあ、先頭に待ったのは天野ブルーレイ、あと 200m、 これはいいですね。強い。2番手はワッツダチャンシズ、天野ブルーレイ、この馬で決まりか。やってくれました。圧倒です。段違いの強さです。2着はイグジットギャラハッド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天野ブルーレイ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。強烈な末脚です。仕留めてくれました。慶応杯2歳ステークスクラブは凱旋 LCC 出走、1番人気はイスアウリータ、2番人気ストノアラジ、この2頭の一騎打ちムードになってますね。 LCC は小倉2歳ステークスを取ってますが、ちょっと劣勢っていう感じですね。まあ2頭ともやっぱりね、いい私立馬だからしんどいな。ダイジェスト、東京 G2 慶応杯2歳ステークス、2歳限定芝 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。イスラボニータ先頭、突き放しにかかります。アジアエクスプレス懸命に追いすがります。イスラボニータ先頭、残り 200m、 イスラボニータ意地を見せる。2番手はサトノアラジン、この手応えはどうか。イスラボニータこの馬で決まりか。イスラボニータオールイン、2着はサトノアラジン、3着にロサギガンティア。イスラボニータ見事な勝利です。
そしてアルゼンチン共和国杯にアマノトゥルース出走一番人気。これはもう勝てるでしょう。あ、でも G32 着なのになんでこんな印なんだ。距離が延長のがいいのかな。クラブは凱旋クオリティも出てますね。ラブリーデーだもんな。そんな簡単に勝てないと思うけどな。ダイジェストいきましょう。東京 G2 アルゼンチン共和国杯芝 2500m です。さあいよいよ直線の攻防。猫パンチ先頭、2馬身から3馬身のリード。アンコイルド手応えは悪くありません。ね、前を捉えられるか。後方からラブリーデイ、あと 200m。 アマノトゥルース追い上げてきた。アマノトゥルース先頭です。このまま押し切るか。アマノトゥルースかわす。アマノトゥルース勝ちましたね。2着はデスペラード、3着にラブリーデイ。アマノトゥルース見事な勝利です。なんでどのぐらいなんだろう。56キロだから決して牝馬としては軽くない。この中で勝てたのはすごい、あの復活っていう感じですね。この勝ちはちょっと大きかったかも。さあ次です。ミヤコステークス型のインサイト出走です。ミヤコ1番人気。さあ AC モアオーバーとの一騎打ちムードとなりそうです。クラブは凱旋ボアも出てますね。オリーブヒルが3番人気。チカネ日本バレラも有力ですが、ダイジェスト京都 G3 ミヤコステークスダート 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。湘南アポロン先頭、あと 200m。 さあ先頭は今度は型のインサイト、マチカネ日本バレ抜けた。マチカネ日本バレ先頭にやられた。マチカネ日本バレ1着、2着は型のインサイト、3着にエイシンモアオーバー。見事に勝ちました。マチカネ日本バレ。やられてしまいました。さあ JC、ジョシュアツイとドゥーナデンがやってきますが、まあ、どっちかといえばドゥーナデンですよね。一勝しかしてないけど、アイルランドセントレジャーの勝ち馬です。まあ当然ライバルとなるのは天野ニコニコでしょうけど、ちょっとやっぱ天野ニコニコを今出すわけにはいかんもんな。ローテが詰まりすぎてます。エリザベス女王杯トレブと天野 AKB の一騎ムード。クリテリウムドサンクルに天野キャータン登場。2歳馬だからな。マルセル・ブスタック賞取ってますからね。早熟なんで早く勝たせないといけないですね。他は武蔵野ステークス福島記念にも出て馬が出ます。予定は天野ケヨン、アルカリジウムを制しました。新女王の座は誰に。キーチムードでしょうね。で AKB の方が前。あ、 AKB 一強なんだ。例えばホイールキャプチャーらを抑えて天野 AKB が有利ということですね。さあまずは3頭のは放牧。アキスタバイヤコア。ああまあまあまあそういうことか。グーどうするかですね。まあでも妥当ではあるんだよな。まあグーは東京大商店出すか。
こっちはやめて、で放牧させればいいでしょう。でそしてスポギーね、まあでも器も東京大商店の方が合うんだよな。でも東京大商店でいいか。あ、これ以上出走できませんって怒られちゃいましたね。ここにか、まあ、ここに出してもいいけどね。どうなんだ、つぼみ。アメリカのレースだから面白いか、面白い勝負になるかもね。まあ、ここに出してもいいかもしれないのかな。まあそこにこっちに行くか。で、ちょっと、他のリッキーは回避させます。で、他のリッキーはやめ。ここは。じゃあ、どこに出すか。難しいですよね。あ、そうだ。三歳馬だから、こことかここ出れるんだ。とりあえずここに出すか。まだ不死人だから上げないとね。精神力が低い。メンタル。負けてはいないし、それで取ったのはすごいんだけどな。で、これで、なんだっけ。山のつぼみを滝豊か安定にできるね。で、ニコニコはまあ妥当ではあるかな。20勝すごいな。ブルーレイが、なるほどね、ブルーレイ8勝ではあるけれども、実質は2つか、2つなんで、まだ1つ足りないですね。ここに行くしかないじゃないですか。ここじゃない、ここじゃない、ここじゃなくて、フェブラリーステークスじゃなくて、ここに行くじゃない、行くしかないじゃないですか。確かに勝ちたい馬はいるけど、ブルーレイを勝たせないでどうすんだ。ブルーレイを今年で引退させたいですよね、なんせ。これトゥルースもここか。まあ、歩きを勝ったからな。だけど、ここで、って言ったら厳しいからな。まあ、フ
でもトゥルーさんもう無理ですね。心配で引退させた方がいい。ジャパンにならないレースに出した方がいいです。まあでも全然ステイヤツって長すぎますから。だたダメということは。まあ、アニマ、でもアニマ出れないな。これ、頭数が多すぎる。あ、ここ出れるやん。出しましょう。でも、他に出したい馬がいるかもね。ちょっと他に距離があって、かつ、勝ちたい馬ってなんだろう。ゴルシかな。ゴルシがゴルシだと思う。ゴルシちょっと挑ませるか。ならば、アニマは休ま、アニマ出させずゴルシに挑ませましょう。ね、トゥルースはこんなとこ挑まずに、アニマに出しましょう。こんな感じかな、ロース的には。11月2週。クリテリウムドサンクル、天野キャータン登場、1番人気、117。ビレシアナサルーンかな、どこでいいのかわからん。イッツサムフォアット、エクト、ハートネルあたりか。レース行きましょう。サンクル競馬場2歳限定 G1 クリテリウムドサンクル、芝2000メートルのレースです。こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。天野キャラタン、これは好スタート、はい、エクトー、この馬も好スタートを切りました。前に行く前だったっけ。ダッシュよく天野キャラタン行きました。続いて前へ行くのはエクトー、さらにはキングストーンヒル、16番ハートネル、その後ろ天野キャラタン先手を取りました。少し離れてイッツサムフォワット続いています。その後ろからはアウトストリップ、黄色の帽子、エスディグローブ、その後ろスクワートアカーリッド上がっていきました。その外からサラトガクラフティ、内からはプリンセスフルーツ並んで、13番ブリューヒロイン、すぐ後ろにアッティラサプーン、その隣にオレシアナサルーン、その外にウィアー、並んで3番パーティーカルテット、最高峰にタグルーダ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。15番エクトー、リードは1馬身から2馬身、最終コーナーをカーブして内をついていくぞ。前はエクトー、2番手は天野キャラタン、これは絶好の手応え。さあ追い出す。エクトーと差が詰まらない。400m、長い直線、ここからむしろ外から取られている。内からぐんぐんと天野キャラタン、中も残り200m。さあ先頭は今度は天野キャラタン、タグルーダ、さらに突き放します。された。2番手はキングストーンヒル、タグルーダ、強い強いタグルーダ、圧勝ゴールイン。2着はキングストーンヒル、勝ったのはタグルーダ、見事な勝利です。
もたもたしてるうちに火災でしまいました。前の行く間じゃなかったんじゃないの？いや、先行策だから悪くはないよな。スタートは良かったからうまく運んだと思ったんだけどな。まあ、ダレークラシックゴードンロードバイロンは勝ってますね。さあ、武蔵尾ステークスです。肩の頑張ろうが1番人気、山のドラッカーが4番人気。頑張ろうは伊坂さんのみんな20丸、伊坂さんの20丸ワンダーキュートとなってますが、2番人気はメトロジスト、3番人気はベルシャザールか。さあ、ドラッカー先方変えられますが、特に変える必要はないでしょう。このままいきます。ダイジェスト、東京 G3、 東京中日スポーツ杯、武蔵野ステークス、あと 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。フリートストリート、先頭前に迫るワンダーキュート。さあ先頭に立ったのはワンダーキュート、外からベルシャザール、残り 200m。 さあ激戦になっている。ワンダーキュート、一気に捉えるか、ベルシャザール、ワンダーキュート、出丸、ワンダーキュート、先頭だ、ワンダーキュート、ワンダーキュートか。伊坂さん見事やな。2着は微妙です。勝ったのはワンダーキュート。なんとか2着に上がったかなっていうとこだもんな。え、そうなの？さあ次です。東京競馬場オーロステークス凱旋スクラッチ、5番人気。まあでもそんなに興味ないな。モンストール、エストラ、ダイジェスト、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ダスキーアタッチ、先頭、外から凱旋スクラッチ、先頭、凱旋スクラッチ、先頭、外から勢いよくサンライズメジャー、先頭、あと 200m、 サンライズメジャー、余力は十分か、さらに引き離していきます。サンライズメジャー1着、2着はエキストラエンド、3着にベルデグリーン、見事に勝ちました、サンライズメジャー。さあ、いよいよエリザベス女王杯です。1番人気はトレブ、2番人気に天野 AKB となりましたね。展望では天野 AKB 一強なんですが、人気では入れ替わったことになります。そして3番人気はクラブバホエールキャプチャー、この魔王不気味です。まあ、ただここ最近の成績がもうちょっとイマイチなんですよ。なるほど、トレーブは本市以外で、本市本命は天野 AKB なのか。他は西のアライブ、ライバルは指定されてんな。ベイビーデュー、レイボーダリあたりか。さあ、天野 AKB は先方変えられますが、先行策有利に見えるんで、このままでいきたいと思います。ではレースです。さあ、秋の女王決定戦エリザベス女王杯、
京都競馬場芝 2200m G1 です。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに小馬の壁すらも飛び越えるか、それとも小馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠のヘイロフトティゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。オリーブバンクル好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオリーブバンクル鼻に立ちます。その後ろからは西のアライブ、この馬も上がっていく構えです。ウィンドもなしや、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはエンマスウィープ、その隣に天野 AKB、 その後ろからはベイビーリュー、その外にサンズファンシー、好位置をキープしています。トレブ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。マルセリーナ、その前に進出、そして大きく離れてカラフルデイズ、この位置です。レインボーダリア、そのうちに続いています。すぐ後ろにエンマールハース、その外からヘイロフトティ、並んで16番、西のアライブ、その横にスイートサルサ。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭は依然としてエンマスウィープ、天野 AKB、 ほとんど差がありません。ま、ね、マルセリーナ3番手、絶対女王トレブまだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はエンマスウィープ、その隣からは天野 AKB、 マルセリーナ続いています。離れてサンズファンシー、レインボーダリア、その後ろ AKB が先頭に立ちまして、トレブも内からやってきました。ここで先頭変わりました。先頭は天野 AKB、 2馬身ほどのリード。トレブが AKB を監視そうだ。残り 200m、 さあ先頭は今度はトレブ、2番手は天野 AKB、 先頭はトレブ、トレブが勝ちました。1着は天野 AKB、 3着にホエールキャプチャー、トレブ牝馬3冠に加えてもう1冠、もはや牝馬に敵なし、真の女王の座に上り詰めました。化け物だわ、トレブ。ウィーニングランです。牝馬3冠を制した実力が違いますね。牝馬4冠、歴史的名品。本当やね。さあ次です。福島記念天の海猿出走となります。そうですか、海猿グリグリですね。歩き目です。で遠心ニスキーか、ライバル馬佐藤ギャラント統計ヘローを出ますが勝てるんじゃないかな。ダイジェスト、福島 G3 福島記念芝 2000m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。レッドレイブン、さあ歩き先頭、外から天野海猿、天野海猿先頭に立ちました。2番手は歩き目です。天野海猿立ちました。2着は歩き目です。天野海猿見事一番人気に応えました。勝ったけどそんなに圧倒っていうわけじゃないな。どうして欲しかった。あ、しかしレコードです。この雨のやや重でレコードってびっくりだ。お、ジャスターメイ香港カップ、なんか香港出ますね。クラブウーアも。さあ
マイルチャンピオンシップ3頭出し、iPhone、Twitter、蓮舫。Twitter が2勝、iPhone が12勝。まあ、iPhone が強いよなぁ。Twitter としてはここで勝ってほしいんだけどな。ちょっと待ってよ。Twitter 疲れはそんなに溜まってないけど、どうせ勝てないんだったら、ここに挑まずにっていう手もあるよね。ビシマイル勝ってる馬だからな、勝てないよな。むしろ iPhone に我慢してもらうっていう手はあるよね。疲れてんだろお前も。なので、iPhone を回避、Twitter と蓮舫に頑張ってもらいます。ロードカナロアがいるんだ。そうだ、ロードカナロア一強か。あ、でもこれバグってるかもしれないからまだわからんね。いいんじゃないでしょうか。ない。お、ちょっとピアタンは川田騎手は被ってる言われてます。ジェンティルンナー？いや、竹豊でしょう。ならば。まずクリテリウド三区、まあ残念な結果になってしまいましたが。予定通りジブナイルフィリーズに参戦させます。まあちょっと調子落ちるかもしれんけど、さあ頑張ろうか。チャンピオンズカップ、ん、いやー無理だろう、まだ無理だ。地方の交流住所とかね、行った方がいいと思う。2周放牧したとして、距離は1000の2300、範囲が広い。ただし2500は長い。地方だとカペラもあるし、まあ、でもここですね。行ってみましょう。で、キャータンちょっと絆コマンド重視。ドラッカーが、都会ステークス。うん。あ、ちょっと疲れが溜まってるんで2周放牧。AKB がエリジョン2着。アニマは長い。AKB は8勝か。発祥だったらもう何も考えることないんじゃないかな。まあ2周放牧してまた考えればいいと思うが、キーパー限定に限らずなんか出した方がいいよね。
愛知杯とかいるあるんだ。でもこれ背負されんじゃないの、愛知杯。60キロ、あ、いや54キロしか背負わされないんだ、嘘だろ、金札場だぞこれ。3億保証金あんのにな、ハンディキャッパー目が節穴になってんな。お、海猿は福島県や、結構育成度合いがダーンって上がりました。これはいいんじゃないでしょうか。次は中山金杯です。維新は残念ながら5着に負けてしまった。早めなんでね、勝ちたいんだよね。県はコックスプレート10勝目を挙げまして、有馬か、まあいいんじゃないでしょうか。有馬ニコニコも挑むし、ニコニコちょっと疲れがね心配だよな。で、ブルーレイ。ブルーレイが発祥だけど、この発祥は罠です。まあでももう一勝すれば金札いけるからな。これ必勝を狙います。ですか。今回ツイッターですよね。ロードカナノは強いけど、ここ勝ってほしいな。さあ、遠心光がトースポハイ2歳ステークス。大逃げ。クレブがいいですね。なるほど、ステファノスか。あと1個だな。さあ、トースポハイ2歳ステークスに遠心光登場。2番人気トゥーザワールドが強いのか。まあシンバ勝ったばっかりだし、これからだしな。一騎打ちムードってとこでいないでしょうか。まあ前に行く馬少ないんで有利は有利ではありますね。ダイジェスト、東京2歳限定 G2東京スポーツ杯2歳ステークス芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。あ、もう来た。遠心光先頭、しかし後続との差が縮まってきました。パスされるわこれ。このまま踏ん張り切れるでしょうか。ここで先頭変わりました。先頭はトゥーザワールド、残り 200m。 トゥーザワールド伸びてきた。2番手は遠心光、トゥーザワールド。2着も危ういな。トゥーザワールドゴールイン。2着は微妙です。トゥーザワールド見事な勝利です。今のところはやっぱりまだ差があるね。しかになんとか2着はキープ。ひよはそうなんですよね、身のこなし硬い。あ、クラブバーか。トゥーザワールドアンドロメダステークス肩の前がある一番人気となっております。ここは何としても勝ちたい。ラプイズブーシェ、泣くな男だろう。ダイジェスト、京都オープン特別アンドロミアステークス芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。肩の前ガール、先頭あと 200m。 肩の前ガール後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はラブイズブーシェ。肩の前ガール、肩の前ガール。1着2着はラブイズブーシェ、3着にユニバーサルバンク。肩の前ガール見事一番人気に応えました。やっぱり上位となると厳しいな、この勝ち方では。まあ、確実にあの勝ちを拾って成長させていきましょう。
パーマイルチャンピオンシップです。一番人気はロードカナノアクラブ馬ですね。に肩をついた2番人気天の蓮舫が3番人気。グランプリボスが4番人気がついた丸。ロードカナノアグリグリとなっております。蓮舫が黒三角が最高か。はい、ということで、まあ、この辺はちょっと厳しいと思うんで、さあツイッター蓮舫どうするか、ツイッターに前に行ってもらいましょう。ではレースです。京都競馬場で行われるマイル秋のチャンピオンマイルチャンピオンシップ芝 1600m G1 です。京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦マイルチャンピオンシップの発走です。さあ最後は大外枠のサンカルロゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。桜ゴスペル、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。桜ゴスペル、この辺りも前へ行きます。シルポート、競りかけていきました。先手を取ったのはシルポート、そして大きく離れて肩のツイッター、この位置です。好位置をキープしています。ロードカナロア、すぐ後ろにデンマークライ、長の展開ですね。ダローネガ、その隣にガルボ。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。前はシルポート、リードは6馬身ぐらいあります。シルポート一人旅、大きく離されて2番手はサクラゴスペル、サンカルロ、3番手ロードカナロア、この位置から届くのか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はシルポート、離れてサンカルロ、ロードカナロア、後位を追走サクラゴスペル。もう前にいるのか。もう上がっていくやん。決着をつける時だ。シルポート、先頭ロードカナロア、勢いがすごすぎる。引き離しにかかるサンカルロ、必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して2番手は肩のついたロードカナロア、1着ロードカナロア完勝、2着は肩のついた、3着に天の蓮舫。ライバル同士、まさに意地と意地のぶつかり合いでした。この一戦を制したのはロードカナロア。カナロア強かったな。うわ、今日そがれてしまった方のツイッター、これは残念。そうですね、気軽に走れた天の蓮舫。うちこう熱発。さあ次はジャパンカップですね。オルフェーブル、天野タニタ、天野郁の3頭が出ます。そして天野スカイツリーが新馬戦デビューとなります。天野テルマエロも頑張ってほしいですね。天野エネループも。さあジャパンカップ展望です。日本よ、世界を倒せ。暴君、オルフェーブル一強の展望です。ニコニコが1位か。ニコニコは出走させます。ケイオンが3位。ケイオンはまだわからん。
トレブ労働可能のは2回決定か。ジェントヨンナもちょっと距離長いから出ないでしょうね。ジェシーはドゥーナでタニタの次か、オニフェーブルは。まあ、タニタもいい馬だからな。強いよ、なるほど、タナノは。いや、花には行ってないけど、一気に上がりましたね。ツイッター、売れませんでした。新光がトゥーダーワールドを貸しましたね。エルエギ。エルエギ結構有力馬か。じゃあ、ローテ行きましょう。キャータンがジムライズフィリーズ。ちょっと疲れはあるが。エテルマイロが今週か。で、この2頭が出ます。はいはい、フューチュリスト。ミッキーアイルも出るんですよね。そうだ。そうだ。自身にとっては強力なライバルが出ますね。自身 2000m は合うけどな。ここは一周放牧させましょう。で、ピアイルをどうする。ピアイルは休ませない。アベンジャーな今週。スパイダーマンがまだハリウッドダービー。健康が G プラスだったのか、任せられないのか。ネッパのリッキーがマリブステークス。まあ、まだまだこれからですかね。タニタが今週。菊花賞勝ったばっかりだが、ちょっとタニタ、絆コマンド使いましょう。まあ、いろいろあるな。よしよ。なんで？みんな同じ数値だな。じゃあ使えないんだ。
ガリレッティが来週。ヘビロッテもカペラステークスだけど、まあ、ここは放牧せずに挑みます。ゴルシもできいいな。楽しみ。局面が今週か。まあ、京都大商店勝ってるからな。うん。まあ、一周放牧でいいでしょう。ペオンが、なるほどね。パワーがな、ないんだよな。だからパワーを上げようとしてます。それでも、金札格闘したからな。馬がある。スピードがとにかくないんだよな。むしろだから山ガールに力つけた方がいいや。でマイガール有馬は無茶。まあないですね有馬は。1004の2600か。今日のは2000m 中山あたり。まあここですが、もう2頭いますからね。あとここぐらいか。次オルフェーブル募集ですね。多分どうなんだ、アリマ出れるのかな。ツイッターが本校マイル、まあ、ここはダメでも本校マイル頑張ってもらおうという考えではありますが、インサイドもスピード足りないんだよな。JCC は距離が長すぎます。このまま人気じゃない。お、登録はできるんだ。ちなみに58キロ全、牝馬としては重いけどな。戦えなくはない。カレンちゃんは引退レースですね、このレースが。もうこれ以上働かせる必要はないです。9勝上げてます。BC タフスプリントも取ったことですしね。阪神カップで、優秀の美を飾らせてあげましょう。ん？ダートもいけるのか。まあ、ここもいいけどな。ああ、なるほど。まあまあ、ヘビロテいるからな。ヘビロテのために働かせよう。クルース。今日撮ってるから。とはいえ、しんどい、なんぼなんでもしんどいんじゃないかな。ここはやめときます。
京都、あ、京都記念がこれ。AJCC とか中山記念だろうな。愛知杯という手もありますが、AJCC 出ます。で、ブルーレイ。決めたいよね。2着は多いな。ニコニコが有馬記念。これなんだ、世界最強馬決定戦ですね。香港バーズを制してます。ライバル馬はご覧の通りの勝ち方ですね。ここに当選状態相手は強いよな。当選状態直接対決9勝すごいな。キャンキャンが来週か。チャンピオンやめよう。東京大賞典だけ十分。で、Nループですね。Nループはクイーン賞か。これで引退かな。ということで、ここまでですね、ちょうどいいタイミング、2時間経っていいタイミングになったので、今回は11月3週までで、終了となります。まあ、今回は特にブリーダーズカップとか、世界最強馬決定戦、秋の天皇賞があったんで、盛りだくさんのレースだったんですね。いや、ね。コパノリッキーがブリーダーズクラシック勝ったり、ジェンティルオンナが秋の天皇賞勝ったり、で、キブネさんの和服姿が見れたり、いや、嬉しいレースですね。天野ニコニコメルボルンカップ3連覇したり、トレブは強い、牝馬三冠馬トレブもエリザベス女王杯に強いレースしましたね。まずっていうか、なかなか充実した今回の配信になったんじゃないでしょうか。ということで、今回はここまでです。見ていただいてありがとうございました。チャット欄に Twitch、YouTube、旧 Twitter、X のアカウント持ってます。ぜひチャンネル登録、動画の高評価、アカウントのフォローなどお願いいたします。Please、マイチャットアカウントフォロー&チャットコメント&チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。ということで、ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。